Good evening, folks. This is Gifunari, Yokohama City, Japan. The Pomodori Conversations again to you. March the 21st, 2024. Thursday evening. 7.58 p.m. It's <laughs> cold. It's 15.5. 15.5. 今お湯沸かしてるもうね今日はね何にも飲むものがなくてねついにクエン酸をちょっとこっち割ってね今お湯沸かして飲もうかなと思って今日はあの訂、ー、正ということでねあのーえっと、23日前に若者の皆なさんつってね、あのー、土地を買いましょうってね、あのー 函館、さ、あ、またこっち見てね。寒いよ。今日、お母ちゃんのね。あれをやってますよ。寒い。本当に寒いよ。寒いです。寒い。あのー。函館の、あのー、駒ヶ岳。の南斜面。別荘。買いましょう。あ、そこはね、なんか。 えと国定公園らしいんだよね国定公園内のあのー、別荘用地な,なんだよねだから木はあんまりちょびちょび切っちゃいけないんだと思うんだよ。なんかね公園法第2条とかなんとかのいうのかなの場所だからなんかそれ読んだらねまず切るのに届け出出すんだってまあそれは。 千葉の森でもどこでも一緒なんだろうけどもう一つはそこがあの森でしたあれが小鳥のサイズ入りがありましたっていうのをあんまりなくしちゃダメなんだってうんだからえっ、ー、と45万から50万で、えー、と400坪とか500坪の別荘用地あるんですよ森が。 これで検定率もね20%かなだから500坪で20%っていうと多て坪100坪のちっちゃなのしか建てられないってことだよね。<laughs> だからあのー、それでもね森買って宅地別荘用地って言って売ってんだからさ全部木だったらやっぱ切らなきゃあのー。 お家建たないもんねうんで安いよえっ、ー、とね年間のねあの、管理費がね9,000円ちょっと9,000円ぐらいうん伊豆なんかね70坪でねえっ、ー、と2万から4万だよ確か2万3万円ぐらいかな2万から3万円そんで家を建てたら倍うん まあ北海道も、ま、家を建てればまた別なんだけど少なくとも森として買って木こりやるぐらいならあのー、まあいいんじゃないの、うん、まあだから100坪さぜあの500坪に全部森でさ建てあの…ぺい率の200なら。 少なくとも100坪分の、あのーうん、生えてる木は切っていいことになるよねだってそれ切らなきゃ家建たないじゃん、うん、まあ届けですればいいんでしょ家建てますよーとねで切っちゃってからさあのー、お金がないからもう家建てられませんでもいいじゃんでもまあは正直に言ってさ あるいはあの別荘用地であの杉ばっかりでつまんないんで杉を100本切り倒してあの栗の木を100本植えたいですっえたらば通ると思うよ。うんまあ、杉の木をさ柿の木に変えるとか植樹してさ森であることが変わんなきゃいいわけでしょ揚げ山にしなきゃ。で20%の憲兵率っていうだから100坪までは 切り倒してもいいんじゃないのじゃなきゃ家建たたんないからまあとにかく訂正ね勝手に切っちゃダメだそうですねあの。全部森で家を建てましょうつってもあの勝手に切っちゃいけないんだそうらしいよ国定国定公園だからね赤木なんや、ね、ちょっと飲もうかねおじいちゃんがそんなもんだからねおべべつでしょね でも違法じゃないですよ。バスタブに打ちしてるわけじゃないからね <laughs>。バスタブでお尻を洗ってる、まあ若干さ、あのー、そりゃー、ね。それが一個ね。で、もう一つの訂正は、なんだっけな。<laughs> 回答がないから、まあ、いいやったな。ああ、そう,そうそうそう。これね。このー、 なんだっけこれは GF1 にしろあ,あれねそのー絞り込んでもね絞り込んでも暗くならないっていうのが分かりました絞り込んでも暗くなります <laughs> 暗くなります絞り込むと暗くなっちゃうね GF1 は白棒に来るとくる 込むと、暗くなっちゃうだけどねこっちはね BH1BH1 はね絞り込んでもそれほど暗くならないこれ分かるかなこれは絞り解放の絵ねこれは絞り解放の絵なんだ で、絞るとやっぱりちょっと暗くなるねうんそんだけの話フフ <laughs> じゃないかな昼間やった時はねなんかあんまり暗くなんなかったような気がしたけどよく分かりませんうんで一番好きなのはねこれあのー、GF12 代目に買った GF14800 円かな 最初に買ったのが5,400円ぐらいかな。うん。で、これが二十ミリ。あの、ニコンのエアニコールの20ミリ、えー、3.5。多分 S タイプだと思うんだ。ちょっとはっきりしない。えっ、ー、と、2000年、え1980年。 あこれ S タイプじゃないと思う1979年篠島から帰ってきてその年のもう暮れには夏には夏に早くいいよじじいだからう運転ってとになっちゃうんだよ。何自慢しての報告ですよそういうことかとたったですからねじじいは同じことは何でも言えるんだけど。 思い出すのはね、なかなか難しい。もし再び出会って、瞳を探り合っても、忘れかけた想いが、胸の中でざわめく。私と同じ痛みを、あなたも感じてるなら、

ここはよ「く寝ると思うよれなすむ都会の空を」「思い出はさすらってゆくの光る風草の波間を」 駆け抜ける私が見えるがカカラララカカカ青春の後ろ姿を人は皆皆忘れてしまうあの頃の 私に戻ってあなたにキラ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 会いたいかかかすかかかか今愛をカカカカ捨ててしまえば傷つける人もないのに 少しだけ滲んだアドレス扉にキラ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 挟んで帰るわあの日にラララララ

好きで好きでどんどん吸収でき,たもできても今はああ素敵だ止まりなんだよ <laughs> ああ素敵だな止まりうんそこをねあの開発していこうっていうあのもうなんちゅうの情熱がなくな情熱のまかわを胸に掲げよう。 花瓶に水をあげましょう。心のずっと深くに情熱の真っ赤な笑いをき胸に、そこしか知らないんだよ。掲げよ。本当がそれかどうかもわかんない <laughs>。 あのねあの、ブルーハッツが出た頃にちょうどあのテレビ見なくなっちゃったねブルーハッツがどのぐらいで出たデビューしたか知りませんがね「うん、あの人歌ういね」っていうかいい歌書くよね、うんいい歌書くうん、だから昔の曲でも覚えてない曲は歌だね。中西島みゆきさんも流行ったんだよすごく。うん すごく流行ったの、うん、いい曲だなぁとは思いつつもね覚えて歌いましょうって気にはならなかったいま <laughs> だにならない <laughs> いい曲だけどねでこれが一番好きほいでこれがねあのこうこれが見た感じがい今白黒にしてあるんだよねこれがね見た感じがねすごい好きなわけそんで私はさそのこれ YouTube はさあの,あのなんちゅうの ギターなんかでも横長のが入るじゃん。この画面がさ。でもこれ四対三、四対三ってあの。テレビ画面サイズなんだよね。昔の昔のテレビサイズが。四対三だと思うんだ。で、ライカは三対二でさ。二十四の三十六でしょ。ミリ,ミリミリミリミラね。ミリミラー。ほい、ブイしていきゃだれ。これが一番好き。 で、これが一番なぜか見やすいんだこれが一番古いタイプなんだよね持ってるなんかあの LX1 とか LX2 とか LX3 よりは新しいと思うけどこれが一番好きうーんこのねそんでねあのこれ 20mm だから 40mm になるんだよねあの APS じゃなくて、えっと、フォースーマイクロフォーサーズそんでね 43mm の重りはね 皆さんも知ってるあち、ちょっとねいただきますね酸っぱいかなあーちょっとお水をいただきますいすぐもが酸っぱくて飲めない <laughs> 倍に薄めても飲めないねさあうまい水が一番うまい <laughs> 水が一番うまい, <laughs> いこれをお水ちょっと その1979年にさ78年に篠島がタクちゃんがねクちゃんがさ篠島でコンサートやるっつんでああ望遠レンズが欲しいなで一眼レンズがなきゃないでさなんないなでであの古墳屋さんでさあの アクラグのね古本屋さんちょっと駅降りてさちょっと右かにあの八重さんのちょっと下の右かに間口が2軒ぐらいかなで奥行きが3軒ぐらいかなおじいちゃんがやっててさ両親的にだから甚大な生徒のなんだろうねああ昔アーコンギの商売はしてなかったよ、うん、今はアーコンギって言ってませんよ、うん、みんな日本人で正直だったからね今日本人じゃない人が正直じゃないって言ってはいませんよ うん、説明すると「くどうい?」言わなくても分かってるうんほんであの50円一番安いのがねその古いのだと30円で売ってた今なんかさ古い朝日カメラ買いましょうったら30円で売ってないでしょ30円50円80円100円120円もう150円ちょっとうーんって感じだったねであと200円だだ 出てすぐのを、あのー、仕入れたのは高いよねで古いのはあの希少価値で高いじゃなくて二足三本ってう。でたら古いのの方がねそんでそれが78年じゃごめんねゲップゲップしちゃって。<laughs> 強烈だよこれ。これもう,もう倍に薄めても多分ね酸っぱくせ飲めない。うん、で78年じゃ だからね、えー、1965年,年ぐらいからのね、古いのがあったりするわけよ大概は5年か10年前のなのだよね何かの加減で、10年ぐらい、20年、15年ぐらい前のもさ69年とかそ,そのぐらい、俺が中学入った頃のがあってさ、いろいろで、その頃はね、あの 例えばさ、インドの川に流れてるさ、もっとね インドうんそういうの今だったらねあんなの何なだっけ LDGs って言うんだっけ s d p t とか言うんだっけなんかよくわかんないねあれね指,指切ったすより覚えられないよ。指ったすは意味がわかんなくても覚えられんじゃん。あの、ローマ字をさ なんかいくつか並べられても記号だからさ ABC なんだろうが BCG だろうがさいいよ順番に並んでれば何かあっちとこっちとこっちと並んでるとさどのの順番だっけになっけなちゃうのねあれは世の中の人に,の人にそれの意味を分からせなくするために言ってんだと思うよ。うん、いやそうじゃないかもしれないけどあくまでも個人の意見ですよまたこっちも言ったら。 バカじゃんで、そんなわけであのー、今日はねあとロこれがねななん、なんでそう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 だよそんでねあのねそんな中でねあるもう器具で手に入れたんだけどさまあねそんでね 欲しいレンズね、あのー、で79年にその FE を買って望遠レンズ買って篠の島行って帰ってきてそれまで月刊誌に写真の月刊誌があるって知らなかったんだよ。で帰ってきてからもう,もう写真の,その中古の何て言うんだっけ古本っていうのか中古の本を買って読むのがすごい好きになっちゃってさ。 夢中になって読んだんだだよほんであの稲村正孝さんって言うんだっけね写真家の方それがあの新しいレンズが出ました新しいカメラが出ましたレンズね日本カメラだったかな新しいレンズが出るとその稲村正孝さんが撮った写真をとあのあなんだっけ日本カメラのその科学的なそのこう何て言うの。 たるとなんとかとこうねあのマイナス補正とかプラス,フォーテス補正とかさそういう図面のと実写とあったんだよねそこを読むのも好きだったんだほんでね80年にニコン F3 っていうのが出たんですよ。それに向けてあの大光景の明るいレンズ大光景の明るいレンズっちかあの中望遠 85105135の 1.41.8F2135 の F2 で俺もすぐさあのハンマーボールの向こう側にあるさローカルでごめねハンマーボールの向こう側にあるあのニコンのサービスセンターがあったんだよね2階でさエレベーターがあっ,ってさあの。 道路のこっち側の2階だよ、ね、こうガマ駅からかいってこう行ってこうってこ,こ,にこっち側のね2階そこでさあの行くと見せてくれるんだよねサービスセンターで修理持ってくのもあるんだけどそのニコンのレンズがバーっと全部あるんだよ全部って言わなかったけどいっぱいあったんだよ。そんで中で中すぐ見せてもらったのが 35のと50の1.2と85の1.4と105の1.8と135の F2 っていうのもうそのカメラ雑誌で見ててさ月刊誌でそれはまあ立ち読みコースっていうのかな <laughs> 立ち読みコースっていうかさうん。でこう見ててさ一番一緒に残ってたの俺は俺85の1.4が欲しいなと思ったわけ。 これでつけてみて持った感じで一番いいあこれがいいなって言ったのはね135の F2 っていうのはなんか一番いい感じしたの。で持った感じが一番軽いのがね105の1.8っていうのはなんか意外と軽い感じがしたんだ。で85のね1.4っていうのはやたらね石ころ持ってるように重かった感じがさあこれは俺には向いてねえなと思ってさ。で 欲しいなと思ったの135の F2。そんで 35, 35の F2 と年が経ってだから80年81年に35の F2 と35の,の F2 と105の F2.5 っていうの S タイプね。でそれで何でも撮ってたの。でやっぱり 105mm って好きなんだすごくで 35mm が好きだったんだけどあのー、35mm が好きだったんだけど一番好きなのはね 28mm だったのだけどなんか 35mm の方がいいなーで買っちゃったわけでやっぱり 35mm が好きだったんだよねでこの iPhone にしろさこの iPad にしろさ大体 28mm じゃん で、やっぱり取ってみるとそんであの、19対6でさ16対9だっけ16対9かで飲んでてさあ飲んでてジューシーは頭と口がバラバラおててとねうん多分これでも酸っぱいな多分なああそうかこっちに入れて飲めばいいんだ だんだん気づく、うすら、うすらなんとかってやつだねこれでいいかな、たぶんこれで良さそうだねうんこれでいい何の話したっけまあそんな思い出があるんですよで、今ね、あの時々出るんだよね、今出てんのはね、105のね、1.8がねそれで稲村正孝さんが、3本のね、85 105-135で撮られてで、そのうん実写もさ、こう見ててああ、やっぱさ、135って好きなレンズかなとは思ったんだでも、稲村雅孝さんが105-1.8の 1. が一番良かったっておっしゃってた,たんだよねで、自分も105が染み付いてるからさ 105は構えた時に前出たり後ろで出たりしなくて済むんだところがさこの50ミリをここにつけんとさまあでも50ミリも百あ五5 2ミリらしいんだよねほんと104ミリだからいいんだけどまあなんとなくこれもいいんだけどちょっと下がるような感じはあるやっぱりうん一番好きなのねで そのーもちろん出た時なんか買えないじゃん。でねえっとねとにかく35と最初は2 0ミリばっかりで撮ってたんだけど35と105が来たら35でスナップして105で人物のスナップやってってやっててさ じゃあ次のレンズってなった時に20があって35があって105あるじゃんそうすると50がどうしても欲しくなるんだで20と、うん、35の間だとやっぱ28かなーっていう感じはあったんだけど結局ここはニコンでは買わずじまいだったんだ2035105これで 50の 1.8S っていうのが出たときにさすぐ買ったのあれもいいレンズだったよねそれは妹にのとこ行っちゃったけどさあのニュー FM2 とあのモータードライブと50の 1.8S とそれからなんか3672ってい、ね、うズームをね安いから買ったんだけどほとんど使わないでそれも妹にあげちゃってさ。 で何もで F3 は弟にあげちゃって結婚前にね50の1.2と105の2.5であげちゃったのモードラセットでねでね残ったのはニコンの S2 っていうレンジファインダーとそれからニコンの F と F2 でそこら辺でもう病気になっちゃうあのー 一番行くくようにななななっっって写真んんか撮る時間なくなっちゃったんだよ朝3時に起きて帰ってくるのが3時ぐらいなんだよね午後の遅い時は4時ぐらいかなうん30分でいい行って帰ってあ帰ってこれんだけどさ自転車でねだからもう1番行くようになってからはお金は入ってくんだけど写真を撮る時間がもうないわけよ 市場から帰ってくんと夕方じゃんもう、まあ、早い時は2時ぐらいに帰ってこれんかなうんでももうね一日中歩き回ってんからさそれで行きも帰りも自転車じゃん行きはいいんだよゆるい海の方ゆる,ゆるいねそのコースはさ九津那島街道であのバーッと行ってその白楽のねポリゴセがこう走ってるこっちが。 東横線が横浜走っていくこっって行くくこち側をずっと行くんだそんであの博、ー、楽の駅のここを抜けるとこここっち側が古本屋さんなんだけどそこ行かないで博楽の駅でこっちへ東横線またいでさでこっちぐるぐるっと東神奈川の方行ってあの山のシフト入るわけや。でその。 だから写真撮ってたのもね本当に短いよ79年から8080 80そう大黒ふ頭で釣りをもうやめてくださいよって言われたのがうん,うん80釣りをやってる時は持ってったね大黒ふ頭で釣りしてたのが 834545678ぐらいだったかな456789ぐらいだったかなよく覚えてないうん5678ぐらいかなうんいやまあ何85年前後だよあの、4年か5年釣ってたんだよねその時はカメラ持ってた。 でもだから写真撮ってたのはえっとまあ79年の夏はまあ1回こっきりじゃんその後はは79年の9101112ぐらいかな7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8十1 0年撮ったか撮んないかだよね、うん、でその F3 もすごく欲しかったんだで定価がさ13万9,000円うんほいでそれが出た頃ね F2 チタンっていうのも出たんだよねそれがね8万円8万9,000円8万円か9,000円ぐらい出てたよだって F3 がえっと12万 だだったんだからさチタンあれもいいなと思ったよねだから何が言いたいかっていうとさ弟にあの F3 がようやっと手に入ったんだよね弟の結婚あっ弟の結婚あっ個人情報になるからねうんあれだけどあっそう先に 妹がなんかねもう東京の方へ自分で暮らしててさ大学出てでそっちで仕事してさ固い勤めのね仕事しててさそれでなんかあの遊びに来てた時にお母ちゃんとこでさ俺のその FM2 とそれに何が付いてたっけ35の1.4かな。うん がいいてて、てモードラーで置いてあったり妹がそれをさこうやってあのお母ちゃんの姿見に自分を映してこうやって写,写さしないのでこうやってやってたからあ欲しいのかなと思ってそれがもうそれは妹のとこ行っちゃったんだ。で,で撮るカメラはさもうアイレベルのさ、露出系のない F と F2 と S2 なわけよ。でもそんでまあ撮ってたわけ。撮れるじゃん。 お日様が当たってるるのを撮るんだからさそんで露出系のがあるのが匂い不明通だったんだけどそれがなくなっちゃったんであのー、そんな頃にそのちょっと後かなだからね弟が結婚弟がね あの、個人的な話だから見聞いても何の役に立たないからねどの道2分しか見てないんだからうんだらこれね俺最後まで見られたらねあまたこっちも行ってしゃべったらあの、かなりまずいよ本当に最初の方にアップしてるのがねちくち見られたらね一瞬でなかななくなるかもしんないねいただきます、うん、まだ酸っぱい。 果てしなくな酸っぱい。一口飲んだらこれいコップ一杯ぐらい飲まないといられないでも美味しいよクエン酸って本当に美味しいだってあのこのぐらいのさなんか1キロっていうの1キロだか8 0 0ムだかしないこのぐらいのさ 縁日の缶に入っあのー、ボトルに入っててさ1,000いくらぐだったか1,000円前後だったと思う。うん、いいい飲めるよおいしいで何,何が言いたいかってちょっとなんだっけね。そう、で今ねその中古でまた出てるんだ出てはなくなってまた入ってくんと売るって感じでさ 今ね3万8000円だっけな4万3000円かななんかそんぐらいのが出てるねまたいつか飲めんねゲップまで,でまたいつか取りたいなぁなんて思っててさうんでその105の1.8をさあのー マイクロフォーサーズにつければさあのー、200ミリ F1.8 になるじゃんまあ夢みたいな感じだよねうんまあさそれともう一つ今日言いたかったのねあのー、卵とかさあのー なんだっけ、あのー、お祖父あれは妹がさそんな米とねお醤油とおかかだけじゃさっつってくれるわけようんでもさまああのー、この冬は冬のさ電気代なんじゃんだからねぜ作できないんだよ冬はほんとにでもさ お米にさ、あの、かつぶし振って、お醤油かけて食べてんじゃん。で、昨日なんか、あの、フジ二子の <laughs>、ジ二<ッ>子の <laughs>、今日の夕ご飯か、フジ二子の。えっと、切り昆布、ごま昆布、あれ美味しいよね。うん、俺昔からね、あのー。荷車引いてる時はさ、あのー。 りでんよかったねコンビニには寄ったことないんで入ったことうーん1回か2回入ったことあるね1回か2回うん長くて買えませんよお客さんってって感じでやっぱねあのうちからさあのおにぎり持ってくわけよで中がねあの梅干しじゃなくてあの切り昆布、うん、あれ好きだったね その頃もクエン酸よく飲んで「よく飲んだよクエン酸」「うんとにクエン酸はよく飲んだよ」うん「体にいい」って言うんでさ「クエン酸で一切いらず」って言うんでさ読んで「ああそうですか」って言うるようん、ものすと思るようにでもねあのこのぐらいさこのぐらいをねこれに入れたんだね そうしたらさもう酸っぱくて酸っぱくて飲めなくてささらにこれをもう一瓶にい半分3分の1ぐらいずつ入れてで飲んでたわけそれでも濃くてこれでまたさらに割って,ってこれだけあったらね何年飲めるかわかんないぐらいあるよ一口でコップ一杯ぐらい水も欲しいんだからでも美味しいようん口がさっぱりする人間もさっぱりするっていうかねだからあの騙されたもっと だと思ってあのクエン酸あのお,お水で割って飲んでみてくださいよねあとあれもいいよレモン高いじゃんでもレモン生のレモンにあのお水で割っても美味しいじゃんでもレモン高いからねで贅沢を言うならばあの大きな蜂蜜を入れてね、うん、よく飲んでどこで行くのにもねあの 蜂蜜はその頃ね入れなかったねただのクエン酸だったねあとね紅茶にねクエン酸を入れてったね <laughs> 紅茶にクエン酸を入れてよく飲んでたね、まあ、そんなさ思いでねあの若者の皆さんは誰もまた今日も確認毎日確認してんだ相変わらずね視聴者はねえっと 55歳から65歳のみ若者もなしチュールもなし少年少女もなし老人もなし60よはまだ老人じゃないからね一歩手前だからねアんチちゅうかなそんで全員が女性全員が女性ってどういうの で、まあ例えばさ10代の女性が見てるっつったらやっぱり20代のかっこいいお兄ちゃんを見えるわけじゃん。で30代の女性が見るっったらやっぱり40代。で40代の,の女性が見るっつったら60代ぐらいのあのなんていうのシルバー世代っていうのあるいは あの、20歳ぐらい下の若いツバメとかさ55歳の人が見る69歳ってどういう感覚で見んのかなと思うよいわゆるファザコンっていうやつかねそれか考えられないんだよ俺を見てお子ちゃまこいつを69歳のお子ちゃまをだよっていうふうにはならないと思うやっぱりだから 私を見てくださるのはファザコンだと思うね。うん、でしょ <laughs> <違>う。違 <laughs> ううん。あるいはね必要なあのアンチ。<laughs> なんとかねあの口滑らしたら通報してやろうっていうアンチ。うん、でもね今日見たらね78%が日本からのアクセス。ね。 じゃあ22%は海外でしょで海外もやっぱり64歳の女性が見るわけねえおかしい。あ、なんかおかおしいでもう一つ考えられるのはね海外にお一人で日本にお一人あの5六6 0の人がいてねアンチが。で海外の人が毎日15回ぐらい。 で、日本の方が毎日15回それで1日30回とそんなら話わ分かるうんそんなら話わ分かる見てくださってるお客様はたったの1人日本国内に1人海外にお1人でどちらもアンチでああもしくはファザコンファザコン。ね でさ、例えば俺がねこうがっちり組んでさね、筋肉もりもりでさあの何ちゅうの体脂肪率もさ3%ぐらいの人ならさ、ね、この辺がムキムキバリバリーなんてなってあのさ <laughs> このさまあいいや鳥肌くんはね鳥肌くんはさうーんでもほらまだつかねえんだこれがここつくじゃんかってこうやってこうふうに。 つかないじゃん左手は、あ右手はこれは。曲がねえし伸びないじゃん。伸びきらないし曲がりきれない。うもん。でもん楽になった。もしからこの辺のボコボコがなくなったからね、去年はまだこの辺ボコ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 してたじゃん。もうないもんね。うん。で、そういう感じで、取り留めもない話ですが、あ、まあ、でね あのさっきのとこ個人情報のとこ切ればね今は48分48秒ねあ切ればはは8秒ぐらいの時間 <laughs>、うん、でそのね一番最初にねそのカメラ一眼レフのレンズどうふう風にああ揃えるのかなっていうのは考えたことないのその、そそ月例写真とか、その。 あの表紙からあるカラーページのさあのプロのね5ページずつぐらいの何3人とか4人あるでしょそれ見てて自分の好きな写真ってあるわけで自分の好きな写真を見ると下にその下にあのデータが書いてあるんだよね。キャノンの何を使ってレンズは何ミリでって書いてあるわけ。そうすると そうしていくと俺が好きだったのは35と50だったんだよね。で50を手に入れたのは一番最後最後うん。それで最後に 50mm の 1.8S でいろんなの撮っててで妹のとこ行っちゃったじゃん。でその後ね高輪カメラ行って。 あのまあこの辺の中古のレンズはみんな高輪カメラで買ったんだよね。あとはあのなんだっけこれはだね PC の28は3.5はあのこの金属じゃないこれねのはあのネットで買いましたこれも欲しかったんだよね田中聖徳さん。 これ、うん、はさミーハだからさ田中趙徳さんがこれなら俺もって感じ、うん、ねモーリスもってばスーパースターも夢じゃないだからねまたもうちょっとくださいねあスパイヤナの坊さんだよねうまずいもういっぱいヤナ <laughs> の坊さん あー酸っぱい。あー美味しい。美味しいよ、クエン酸、飲んでごらん。とりあえずビールって言ったらね、これクエン酸ね、これ一般が。五百 c c ぐらい飲んでごらん。ビール入んないよ。<laughs> <laughs> あの、お酒をやめた人はね。クエン酸はね、帰ってきたら、とりあえずクエン酸はね、一リットルのクエン酸吸いよね。ああ、お湯でもいいよ。一リットル飲んでみな。酒入んないよ。うん。 刺激物のでしょものすごい酸っぱいよものすごい,酸っ,ぱい酸っぱい中になんかちょっとこう甘みがあるね美味、うん、しいよ美味しい <laughs> 妹にもやれた11月6日が最後の OK じゃんお買い物じゃんで考えたらね じゃあお母ちゃんと俺と妹の3人分の食費を買いに行ってたじゃんオッケーじゃあ自分が何を買ったっつったらさやっぱりあその、ネバネバしラシとかさ298円あれなくなっちゃって398円になっちゃってからもう買えないねうん298円ネバネバしラシしし美味しかったなあれ結局あの値段じゃもう出なかったのかもねあるいは買う人がいなかったのかもねあれ美味しかったよ うん、今あったらあれ買っちゃうもんねそれとあのペーストになってるマグロのさあれも330円ぐらいかなあともずくが3つで180円ぐらいかなでもだから今でもさほん納豆もよく食べたよでも今納豆も買えないし卵も買えないし ネバネバチや398円な,なっ,ち,ゃってさ円どんちゅうの400円は買えない一食だって100円で暮らしてんだからさうんでもね辛いとかね苦しいとかね悲しいって思ったことない、うん、昔からね あ北海道まで来てやったんだからあのカニでも食ってやろうかななんていうそういう癒し根性ないからさいいんですよ金手なにで金で食うんだからさ俺それなかったからねカニ,カニ食えますよカニ食えます肉も食えます買って食おうと思わない <laughs> 買って食おうと思わない欲しいなとも思わない マグロの刺身は食いたいなあとイカも美味しいね、うん、これタコはどういうわけだかね歯があった頃からタコは嫌いだった、うん、なんかね、あのーお寿司屋さんのツーはねあの、卵焼きとタコらしいねうん。だからまあ。 今月もさ過ぎれば今日なんかつけてつけてるよデロンギニ本寒くて足涼々寒いもんこれはお母ちゃんね畳記念の写真を撮りましょうね <laughs> 最初はさすんごいスパックで飲めないけど。 あ酸っぱいすんごい酸っぱい <laughs> でも酸っぱいんだけどなんか甘い甘みがあるんだよね <laughs> 口の中が甘くなるの <laughs> うんだから4月になればもう少し卵かもずくか 高いからねもう多分もう買えないと思うだからそのさ俺はそんな食べることあんま好きじゃなかったんだいっぱい食べたよご飯もそれからおかかもさ卵もね一回一個だよ <laughs> 10個も20個も食わないよ だからその食べれなくてつまんないなっていうのはそれはあるよそれはあるけれど肉が嫌いだったからさあー肉が食べられなくなっちゃったっていう思いがないわけよ。でまあ今野菜もね妹のとこ行って野菜のスープ作ってそれもらってきてさ飲んだりするけどねあるいはそ妹のとこであの。 妹もさ作ってくれてあると「一食助かるわ」って言ってくれるからさ鍋に作ってでその時食べてさでもう一回分もらってさまあまあ今俺の贅沢はね野菜スープかな野菜は何でも好きだよでも野菜も高いからね一番好きなのはねじゃがいもだな じゃがいもと玉ねぎとじゃがいもと玉ねぎでもうそんでいいねうんだからあのー、あのさじゃがいもって切って置いとくとさあの市販のじゃがいも半分とか四つに切って植えとくとさまたじゃがいもできんじゃんでもあのあの北海道のさ有名な you YouTuber の方あのー 東京畜産大学の、東京農業大学の畜産科卒業なさった方がおっしゃってさ「それじゃダメなんだ」って「やっぱ種芋を買ってきて植えないと駄目なんだよ」って「あそうっすか」って感じでさ「ネギネギもさ <laughs> ネギもさ、上の方から食べてて根っこの方さこのぐらい残るの上通すとニョキニョキ生えるじゃん。お母ちゃんとこいっぱい庭一時期いっぱい生えててまあヨロヨロしたんだけどね。 でねやっぱりね俺寒いのがさ駄目じゃん。で話が飛んじゃってあ,のあれなんだけど今年さ振り返ってみてねお母ちゃんが9月の半ばに亡くなったじゃん。そんで10月11月までは買い物行ったんだ。妹妹のの世話になっってててから妹の分も OK で買ってきて ほんで妹のとこにあげて自分のご飯ほんのちょっとあったわけ。で11月の6日が最後でさ、12、1、2、3、4月の6日はくんと5ヶ月外出してないんだよ。まあ妹のとこ行くとか、その11月6日なあと1週間ぐらいお母ちゃんのこの庭をね綺麗にしたりあのあの穴掘りしたりさ。 いろいろやったけど5回ぐらいね。それは外出って言わ、まあ外出って言えば外出なんだけどうんちょねうん。で何が言いたいかっていうと外出しないで生きていられるんだよ本当に。お金さえあってこういうもんがあればさねっナッくだナッパは買わねえな。 やっぱり買うのはお米屋さんお米屋さんでお米屋配達してくれんじゃよほんであのー、なんだっけこういう風に曲がっていいこうやって喋ればいいこうやってお客さんあーパスワードがパスワードこうやってできないの前見てあパスワードがパスワードってやれば目がちらついちゃうからできないのほんでさなんでも会えちゃじゃんお醤油でもさ 配達してくれんじゃんだから外出しないでも生きていかれんだよ本当に昔はそんなことありえないよ独居老人で債務も動けなくなったらもう食べれなくなってそこはおしまいじゃん外出しなくてもお米は届けてくれるしかつ串だろうが何だろうが届けてくれんじゃん頼めばそりゃ割高につくかもしんないよ オーケストラリって買うのが一番安いけどね、うん、まあそんな感じかねだから皆さんもねあのな,あそんでなんかそんでなんかこの世を儚んじゃう若者が今また増えてんだってあのー 30年か40年バブルのバブルのはっきり覚えてないけどね交通事故者がね毎年3万人近く死んでた時があんだよね3年間ぐらいだったかなうんで2万7,000人とかってうん交通事故でね 最近はさ車が走ってないじゃんだから交通事故の確率も圧倒的少ないじゃんほんで道路が空いてればさ救急車もビュンビュン来るじゃんそうするとああと1分早ければっていう人がずいぶん助かってんだと思うねであの死亡はさ24時間だっけ48時間以内に死んじゃった場合は交通事故死になるけど48時間と1日だっけあっ1秒だっけ24時間と1秒だっけなんか それ超えて死んでもそれは交通事故死者の数に入ってないんだったね、うん、いわゆる何て言うのかね鼻に4粒と一緒って言ったら語弊があるけどね、うん、この鼻に4粒もさいつになったら笑い話になるのかねあ今日ねゆっくりのねなんとかっていうチャンネル初めて見たんだあのー、ワクチンで勤め人でね 俺、勤め人じゃないからこんなものもこんなものもしねえでさあのーそれでもスーパー入ってねお客さんマスクしない人入んないでとは言われたことないよ一度も OK だ,だけじゃなく駅前のスーパーだろうが他のスーパーだろうが鶴見は行ってねえなマスクになってから。 何度も言いますけどザルで水すくえないからあんまり上手に顕微鏡で見なきゃ見えないものと折り目が目視できるものでバカなのってバカじゃなかったらもうだから俺と同様に勤め人でねその今日のゆっくりでやってらしたけどいっぱいいたんだって 会社行って僕そんなの必要ないからって言うと殴られたり警察沙汰になんないでうやむやになっちゃってあるいはもう一人はねあの何えっ、ー、とその会社の受付のお嬢さんがマスクしなかったらあの受付外されたとかさインダだ外されるぐらいなら。 殴るとかそういう暴力があったんだってね。うん、まああれからもう脱たったからそれ今ならから言ってもいいのかもしれないけどね。うん、だってあのネットでよく聞いたよ。あの電車の中でさマスクしないやつは罵られたりさやっぱり殴られたりっていうのをネットで見たね。あ読んだよ。嘘か本当か知らないけどね。うん 嘘か、本当か知らない俺がマスクしねえで殴られなかったからねただ道歩いてんとさ歩道を飛び前から来る人が歩道を飛びのいてさセンターラインの方こって歩いてくよバカなのかなぁとも何でも言うけどさ OK でレジがこうねお店こっち出口なんだレジがダーッとあってさ俺こっち側から。 買って、この列の後ろに行こうと思ってさ、ね、並んでるレジの方からさ奥へさレジに並んでる人の奥の列行こうとしたらここまで来たらここにいたに兄ちゃん「なんとあなたお口と横とさ3つ付いてる防毒マスクね百185ぐらいの兄ちゃん俺がそこの通ったらこんなになって飛びのいたよ」。 刺してやろうかっていう名だかっら俺じーっとそのバカの顔見てたの走ってっちゃったよあのバカ今何してっかね顕微鏡と目視だからざるで水すくえねえってこれ物理単純な物理理科でもいいね小学校の理科でもわかるよ ザルで水すくえないしょもちろんザルに水滴がつきます、ね、100万回ぐらいやればザッパザッパやればバケツいっぱいなるんじゃないあとこうやって勢いよくシャンってこうやればささっといくんじゃないでゆっくりかってすくってごらんスーハースーハーゆっくりやって深呼吸してごらんって「すっかすっかだよバカでもわかるよ」って言う人が日本人バカばっかじゃねえからさ。 会社で「義のお兄ちゃん」って言った人がずいぶん弾かれましたっていうのをやってたね、うん、今だから言えるんでしょ、うん、で今ならばさ俺ってバカだったよなって思う人もいっぱいいると思うよ、うん、何の話してるかわからないよね何の話って言ってないよねざるの話と繊維の 折り目の話してるからねあと顕微鏡の話をしただけだから顕微鏡の話しちゃいけませんっていう法律ないから布の折り目話しちゃいけないっていうコンプライアンスないよ YouTube 社に日本の法律でざるでね水すくっちゃいけないって法律ないよ ザルで水すくえるから斜め切り斜めにこうやってやればこうやってやればでもザブンってやってこうやってやったらザーってみんな垂れちゃうよなんで水の粒子ってザルの穴やり まあ,あと5年と年かさ、それもう一回言う,言うとさこの5年ぐらいさあれが流行りだしてから街でみんなマスクしてたじゃん咳してる人一人も聞いたことないよあんたにもお聞きしたい会社で咳してた人いた俺はまあ買い物行ったぐらいの間だから そうね、じいさんがね一回ね咳してマスクしないで咳してマスクを顎にしてね咳こうほんごほんってしながら歩いてるじいさんは一回見た。うん、もう一つ聞くねこの5年ぐらいでさ「インンフルエンザで死にままししたたっていう発表は聞きました今年はインフルエンザが大流行してますから気をつけましょうねマスクしましょうね」って。 でインフルエンザで例えば会社でさ、ね、1,000人ぐらいの規模の会社でさあの中村さんがねインフルエンザでお亡くなりになりました今朝礼でさ朝礼がもしあるとしてねあの気をつけましょうねインフルエンザが猛威を振るってますからってインフルエンザの「命字」も聞いたことないしも 鼻水吸ってるやつも鼻噛んでるやつも見たことないよ。この5年間の前はね、鼻チーンって噛んでる人見るよ。見る。あなたにお聞きしたいよ。夜中10から晩までマスクしててさ、鼻チーンって噛んでる人見たンゴホンやってる人見た俺は世間が狭いからね、ら見なかったけど、やっぱり、 1,000人規模とかの会社で行くと5人や10人5本5本やって鼻ずるずるチンチンチてかんでたんでしょうね。ねマスクしないと飛行機乗せてやらないって言ったらさあのー、例えばさどっかのねっ富豪かなんかがさ ここに万あるからね皆さん1枚ずつ買ってあのチケットね航空会社のチケットを売り場行って「すんませんどの道に乗せてくんないからさすんませんあのヨーロッパのフランスのパリまで往復であのチケット欲しいんですけどマスクないと乗れませんか?ダメよ」。よあ、そうですかで 千人一日断ってるよなヨーロッパ往復でさあの格安航空券じゃなかったらさ40万とか50万かかるんじゃないのねで乗せませんよっていう答えが当たり前に待ってるわけだからかそこまで買うつもりがなく,なくてもさすんませんリオデラジャネイロまで。 往復、航空券欲しいんですけどマスクなしで乗せてもらえますかだめよ。それ1,000人一日に断ってみな。でこれも言ったのにねそれ明日は乗せてもらえますかだめよ。あさっては乗せてもらえますかだめよ。 明日も明後日もその1,000人がさ「あのー、エジプトのカイロまであの往復航空券欲しいんですけどマスクなしで乗せてくれますか?」「ダメよ」ダメよって答えが分かってたらさ1,000万のお買い物でも注文できんじゃん断られるんだから。 何が言い,たいのだから世の中中マスクしてたらさおかしいなーって思わないと。で売り文句がさ鼻に4粒でなんでしょとお聞きしますよあなたにこの4年間で会社の同僚 何人ぐらいお亡くなりになられたんです誰もいませんよ。あ、そう。よかったね。うーん。俺やってないけど、お前自宅待機じゃん。そうだね。オーケーストアは自宅待機っていうのかね、お買い物は。あ空気いっぱいじゃん。でも、店内は。 書いてあったよ店内には「マスクの着用をお願いします」って書いてあったでもねそこ行くじゃないほんと店員さんしよっと来て挨拶してくれるよいきなり来ていきなりねこんなこと始めないよこんなことこんなことことこんなことこんなことこんなことはされないよこんなことは。 そんなことされた人いるの、本当に。かわいそうだね。でも勤め人なら、行かざる得ないもんね。もうなんか、お母ちゃんと妹とさ。三人分の。食料買って帰ってきてたけどさ。お母ちゃんが死んで、二ヶ月ぐらいしたらさ。もう買い物行か行く。必要を感じなくなったよね。 妹が言ってくれれば助かるって言われたからさ言ってたけどもうあんまりその必要を感じなくなっちゃったらさお米も醤油もさもかつ節も挨拶してくれんからで電気ガスはもう。 2006年から払えてないからさ電気と水道代は引き落としになってるじゃんだからここでさじゃあここで引きこもって何もしてないのったら <laughs> ねまるまるこれはイっちゃうとだねわがね、うん、だからさこれがやっぱりねこれがおっぱいがさプリリンでさ で、ピッチピチでさ寄寄せて寄せ、て、今でも「寄せてあげて」ってあるの <laughs> あのさあのバブルの頃はさ女性が生き生きとしてたよねあのー、そのかがらその格好で道を歩いていいんですかみたいなさねあのハイレング水着でさあのワンツーワンツーやっちゃったわけじゃんね あのバブルの頃まあ20代から40代ぐらいったらさ90年にポシャったわけじゃん本当ゼ0年10年に三3 0年前の40歳ってっ今な今ちょうど俺ぐらいだよね今つれついてこんななってるおばあちゃんたちは昔はさハイレング水着で「え大丈夫?」みたいなこんな切り込みなっでさワンツーワンツーで足上げてさおもパクパクやってたわけじゃん。 ね今今あの若者の女性はやるのハイレング水着でさ食い込んじゃうのお股とかお尻にさでワンツーワンツーってそんな時代があったって今言ってもさ分かんないと思うよ今の若者。 今70ぐらいの人たち70から下の70から上の人もいただろうねでも70以下のいわゆる老人と言われてる老婆と呼ばれてる人たちはさの全員じゃないよでもその方たちの年代でハイレング水着でワンツーワンツーやってたんだからプリリンプリリンって 今こういうのはもう飽きちゃったんでしょまだ必要なの <laughs> まだ必要なのいつになったら飽きんの流行りし人じゃないの彼は。この先ずーっとこう,うこ,ううこ,ううこういうものをして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 っていう。 あと何年ぐらい怖い病気でご近所で亡くなった方回,覧板回ってこないよ中村さんも鈴木さんも死んじゃいましたから皆さん気をつけましょうねとかさないよ。うん だけどあの盛んな頃お盛んな頃はさね歩道の端っこ歩いてくじゃんね前から来る人が 20m ぐらいから反対の歩道の方へ行くとか迂回して車に引かれちゃうよあなたっていう感じ横断歩道もないところ何 20m も避けていくのっていうさ あの人たちもさあと5年10年してまだ命があった時にさ笑いいい話で住めばいいね例えばクールビズっってさ半袖のスーツ着なさいよって言ってみんなが着たの。口車に乗った人はどんぐらいいるわけ次はどういうのが流行るの 例えばさ、真っ赤な明日から来ましょうねって。あのさ、上から言われて仕方なくやることってさなな、長続きしないんだよ。クールビズって今言ってる人いるの。地球温暖化なんだよね。今年は暖冬だったんだよね、この冬。横浜2度雪降ったよ。ちょっぴりだったけど。でもちょっぴりでも転んだらいけないから警報が出たよ。うん、横浜はね、 6センチぐらい降った、うん。まあ平均だから9 0ンチぐらい降ったとこもあれば全然降らないとこもあったんでしょ平均だから。1メートルと1センチだったら、50. 5 0 5ンチになるの。あんまり極端、両極端を外してちっくらいのだけ足してはあるんでしょあれ。平均って。違うの全部足すのかね東京で 9, 9センチ横浜で6センチって、わ…あの、4センチだったかな でも正直に言ったらさ、9センチの雪が降ります。9センチほど降りますったらいいんじゃない大雪が降ります。漠然としてるよね。大雪警報。俺なんか子供何度でもいいけどさ、子供の頃、4年生、5年生、6年生の3年間さ、3年生も降ったかなまあ、2歳、3歳、4歳、5歳ぐらいとかはわかんないけど、 小学校の3年4年5年6年のおじいちゃんの長靴履いて歩くと長靴の中へ雪が入っちゃうんだから俺の膝ぐらいまであるんだよ膝、膝ひ頭のちょっと下ぐらいまである長靴でその中雪が入っちゃうんだから歩くとそれ平らんとこだよ吹き溜まりなんかもっといっぱいあるよ大雪が降りますでそうなのみたいな あと年末に降って年明けに降って3月に降ったよ、うん、しかも大雪であのー、俺に行ってた小学校はさ燃えちゃったんだよね秋口だったかな、うん、ほんで東北小学校までさあの分散していったんだ湖北小学校とえっ、ー、と篠原小学校と大津那小学校へさ 6年と1年5年と2年4年と3年が2学年ずつさ僕なんかこう小学校行ったんだよねであそこはさすごくなんか粋なあのグランドなんだよねあのねすごいねスロープの長いさ ああのー、滑りがってさでそのー校舎のあるところと低くなってグラウンドになってんだよねだからスロープがあるわけで俺なんかもう雪の中さ行ったわけそのー学校が向いちゃってる雪の中をさずっとテクテク歩いてるわけよ ほんで帰りもテクテク歩いて帰るわけみんなで先生,先生が先頭に立ってさ後ろの先生でこうねほんでそんな時にさボーク小学校の先生がさ男の先生がスキー「好き好き」ねっヒュイヒュイー横浜だよあんた横浜3 0ンチも雪降ればねそこそこスキーできんと思うよそこそこスキーできると思う。 だからもちろんさ、まあ、9センチでもスキーはできるよねだから今回のスキーであ今回の大雪な2月の大雪でさ東京でも大雪が降ったんでしょだからスキーみんなでやったよね「恋人サンタクロース背の高いサンタクロースつむじ風追い越し」<ー>控えめだよ控えめ。 やかましいんだよ、俺って肺活量少ないけどねえ苗場に行くあのユーミンのさもう苗場に行かなきゃね苗場にスキーに行かなきゃね、苗場に別荘を買わなきゃっていう時代があったんだよ信じられる、ねえねえ もう、いいんでしょこれしなくても。もうこれしなくてもいいんでしょまだ、するの俺、新聞ないかわかんない。テレビもないからわかんない。何が言いたいかっていうと、今日、うん、あの、なんて言うんだ、メモしたよ。メモした。あんま長かったからさ。えっ、ー、と、みんなの YouTube、アカデミア、 都市伝説、あ真ん中点、うん、予言、真ん中点、世の中の闇、真ん中点、地震、真ん中点、あ無添加、真ん中点、日本、じるまた、ゆっくり解説。今日の放送、今日のアップだったと思うよ。うん、まだコメントが3人ぐらいだったかな。俺かかましたけど で、もう一つねコメントあのー、インスタグラムではねあの何人かの方が今でもねあのー、俺が日付で書き込むとさ「いいねマークしてくれたりするのが多いんだけど」コメントにねあのひ、ー、と前ぐらいだったこ3月の初めぐらいだったかなそうやって書いたらさ あのどこの方だったかわかんないけどヨーロッパの方だったと思うあのミュージシャンでなんかいいなと思ってそんでコメントをしたんだよねそしたら今の時代ねお前みたいにこうやってねプライベートにどっからね何月何日に日付と入れて書くのはね 必要だと思うって言ってて言くれた人もいるよ「今の時代だからこそ」って書き逃げみたいな人「バカじゃん」とか「お利口さんじゃん」とか、ね「キリンじゃん」とか「カメじゃん」とかってそういうさ <laughs> んかちょろちょろちょろって書くじゃない。書いちゃいけないって言ってないよ。うん、こんな時代だからこそお前みたいにあのプライベートの書,書式で書いてくれるのはとても いいあひ必要とされてるって英語で書いてきてくれてさで俺も「私もそう思いますだからこうしています」って、うん。でこの間はね今日かな昨日かなあのそれも登録してる若いあの方のグループなんだよねあのマウンテンバイクでさこう森の中を抜けてさス,スロープつけてヒョイーンと飛んでてさ。 ね、あの,あの前にもかコメント書いたかったんだけどさ今日あまりいいからさ「あ,のあなたはね誰,あ誰もが夢を持っている」っあ,あなたはあなたの夢,の夢に今まさにジャンプしてますね」って英語で書いたらさ「あの今ちょっと勉学の方でにっていうこと書いてねくれたね」 でもまたいみ,みたいなこと書いてあったね。だから大学行くのかなちょっと見た感じ高校生ぐらいの感じの人だったね。グループ。うん、俺はね外国の方とねコメントするの大好きなのそういうとこ。うん、日本人でねあのー、YouTube のコメントにさ日付書いて。 変身してくれた人ねいいないと思うな、あのー。あのウクライナ戦争がさ2月に始まったじゃん 2, 2年ぐらい前の。で5月にその半年前アップされしてある動画これも何回も言ってるんです,ですけどもしおか何にもなくなってお金もかけずにねあのー。 キャンプする、野宿をするのはこういうのがいいですっていろいろやってたのがウクライナのテレレビ局ののディレクターの方なんだよねでその方にあの「これが一番こういうやり方が一番いいと思いますね何もない時に木の道のままで」って書いたらさのようなことを書いたら日付書いてね「これも横浜 CG ジャパンで」で言ったらあのその方もその方が一番最初にね YouTuber であの日付で どっっからてもう一人でも YouTube でね日付書いてくださった方はそのウクライナの人がね、うん、あの方もテレビのディレクターで仕事もまだあるのか戦争に巻き込まれちゃったのかわかんないしね。うん 確かそれはね2年前でしょほんとあじゃあ中野漢字だな32でしょ21年に中野漢字はおっしゃったからねあの,あのギーはナイルだねこうやってさあの年寄りになると 頭で考えてる,ることと口に出ることと手でやることがね一緒になんないんだ、うん。まあそれが老人だからね。1時間35分24秒。20分ぐらいに縮めてね。長そばね。うん、でということで三九歩はワッチンカンバッカゲーネックサンで。しろ、うん、って言ってないけどさ、かき逃げばっかしてんなよとは言いたいね。 うん、かき逃げってわかるなんかちょろっと書いて消しちゃうやつ。言うことは言うんだけどすぐ消しちゃうってやつ卑怯問題もんだよそれ。お前のことだよ。えっ、ー、と2024年3月21日木曜日21時33分「ぎわなえ」でした。 とというこで恒例のあなたこの小指はならないと思うよこの小指やねっ「きょうほてきるのほは」「ガカラカカカラカカカラガカラ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 」 なんか自分の声と合ってないとさやりたくないんだけどな。 歌えば変な音だね。 わったできてんから。

持ってるのもあるんだけど、コードの中で。これができないと話になんないギター。 F だこれ F。いやいやこうですよ。ねえ死なきゃなんないじゃんこんな。 の CMI の FG7 でした A、えー、ちゃんも CMI の FG7 でやりましたカポはこの辺でした G パさんをやらない理由はこうなるからです。A パさんが好きな理由はモコ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 。 今思い出した俺いつもこんなさ「僕ってダメでしょ」なんつってんでしょダメ <laughs> あのね我が家にテレビいなくなっちゃったからさあのなんだっけ「9.11」で新聞も知らなかったんだけどえっと「9.11」って2001年でしょなんかね2003年ぐらいに生まれたねえっと、長谷川結さん。 あーびっくりした去年の暮れ頃だからね初めてそのお名前知ったのすんごい上手ねと思って見てたので昨日だから今日さふっと見たわけあのー、その FIFA か何かのその長谷川優さんのね1 5 7センチ、四4 7キロ びっくりー <laughs> ねえ小指が長いとか短いっていう問題じゃないよ女子サッカーの人でさ海外の選手1 5 0ンチばっかり違うと思うよいやーあの長谷川悠依さんってすごいねうんすごいあのやっぱサッカーもさ 俺、団体には興味って嫌いだけどさあのあの、あの中田英治さんあの方が出てきた時はねちょうど俺がさあのー、何えっと難病でさ通院してた頃彼もあの,あのお肉ばっかり好きでさなんかこうダメよみたいな感じ ッも食いなさいよみたいなんで <laughs> ちょうど俺の蚊に来てたんだよねうん一回だけ見たけどうんで中田,中田英二さんはねまあ俺知ってんのはさ1968年にあのねカーペリに近い公立の中学校ね1学年13クラス1クラス48人、ね、2,000人ぐらいのさたった2,000人しかいない ぐらいいいしかいないちっちゃなあの公立高校だったあ中,あ中学校だったんだけどさ68年に入ってたな64年東京オリンピックでなんか銅メダル取ったじゃないサッカーで。そしたらさそのねグラウンドをさあのサッカー部のね一段が走るわけよ始まる前に200人。 サッカーうん、でそんなころね、あのー、転校してきた子がさ俺と仲良しにすぐなってくれてほいで休み時間さ教室出てあの廊下をずっとね廊下をずっと廊下のこっち側をさと歩いててで、階段で降りてくわけさ。さだから3年生かね2年2年か3年の時だね。 3年か、3年の時だ3年の途中に来て来たあの転入うん5月頃に転校してきた子なんだよねでねでその子が俺とすぐ仲良しになってくれてさお母さんだけなんだよねで休み時間になって教室から出て廊下をこう集めるって言ったら運、うん、悪くさまた別の転校生が入ってきたんだよね階段上がってね廊下の。 向こうから来るわけ廊下側ががっちりした先生ほんでその横丁があのもう見たからにさボンタンなわけさねボンタンな図がこんな下でさ細ーいあのデルトでさねデルトででで俺が壁側でそのケイんがこっち側ねわあ。 ただじゃすまないな <laughs> と思いながら俺歩いてたわけ <laughs>。だから案の定さもう鉢合わせしたわけ <laughs>。先生も気を利かしてさちょっとこっちよって通って向こうから通ってきゃいいじゃん。ズンズン来たの先生と俺が対面したわけ。で彼と圭君が対面したわけ。でこの距離でにあのニコニコーっと圭君は笑ってたわけ。へらへらって。ね。 らこの子がもう,も,うもう階段上がったこっち向いた瞬間からガン飛ばしてきたわけよ <laughs>。あーと思いながらけいくんがねあんまり生意きたからさ <laughs> あのその子のおでこにねおでこって硬いじゃんおでこにねでその子の顔がね一瞬で50センチだけより私と先生が。 まあ、センチで、K 君と彼も5六6 0ンチ私とその彼は6 5ンチぐらい <laughs> 真っ赤になってさ <laughs> ねわ人間の顔ってあの一瞬でな真っ赤なんだねもう血湧き肉踊っちゃうってのは、ね、真っ赤になってさ下げてたボンタンをさグッと上げて。 ギュギーっと細いのさギューュッて締めてさそしたら圭君さここ壁じゃんそしたらく君がパッとこっちへ置いてくれたの少し下がりながら廊下の方へ少し真ん中の方へ少しだから俺より8 0ンチぐらい6 0ンチぐらい最初肩並べて歩いてたんだけど人間一人ぐらい下がってくれたんだ たら俺のお顔のところをさ飛び後ろ回し蹴りのヒュイーンっていってさほいで空振りしてねこういうふうに飛び後ろ蹴りで降りたら今度飛び前蹴りで,でまたはパンパーンパーン,パーン彼はパパパパーって逃げてってさたらがっちりの先生が後ろからパッって捕まえと捕まえてあのー、ねサッカー部は200人で圭君は ボクシングジム、ね、お母さんと2人だから違うねボクシングはボールだよね。こうでしょ違うのよくわかりませんけど。で彼はキックボクシングジム。中学3年ですからね、うん、みんなあのー、ね。1年の時は同級生のね子がね薄いカバンでね「のんちゃ」っていう一節コっていうんですか あの壁にさ教室の壁にこういうふうにねあの、反動でさこういうふうに前にやると <laughs> 壁に <laughs> ベニヤがね<ー>ここは全部無音だな<あー><笑><笑>うーんそれだけじゃないよあのー またさ、お昼やす休み時間になるとさ、まあ、隣の部,屋けあの部屋の子も行ったり来たりしてるわけじゃん授業があればさで10分間50分が授業でで10分が休憩でおしっこ行ったりさ水飲んだりするわけじゃんトイレ行ったりさそしたらそのまたね、うん、入ってきたんだ,ただ壁側にこう入ってきたんだよね 隣のクラスだったがもう一つんだから入ってきたとまたこれが始まっちゃってさで壁でさ運も悪いんだよねでポコーンって当たってドコーンって言ってスコーンって落っこって サッカー部は200人、ね、う人、ん、あの学年でさそのボクシングジム行ってる子もそんなにたくさんいないと思うけどキックボクシングジムに行ってる人もそんなにたくさんいないと思うよ。今はあのー、クラスに10人も20人も、うん、いるんでしょサッカー部とか空手部とかさ少林寺憲法部とかあのー、ね日本憲法とかさ。 今の若者がさそういうそれをしろっていうんじゃないんだけどなんか活気が感じられないね活気っていうのは。んでもいいんだよ。あの釣りでもさ夢中になってやってるとかさバスケを夢中になってやるとかなんでもいいんだけどまあ 例えばバスケ部だったらさ、学校まで行き、遠こで歩いて行くとき、ボコボコ、ボコボコついて行ったっていいわけじゃん。今車なんか走ってねえんだからさ。走ってますよ。もうなんかの頃はしっきりなしだから。ね、そんな頃、中学の頃は、電車乗ったらこのまんまだから。またどんどん押されちゃうんだから、駅で駅で。だから、こう人たちは大変だよね。カバンを前にやるとかさ。でも お尻も、大変だちゅ、ね、うさ手なんか動かないんだってほんとに乗車率350%だからね電車じゃわかんないったらさエレベーターに20人しか乗れないところでさ6070人乗ってみな <laughs> 口づけをするような距離どころの騒ぎじゃないよほんで走ってんじゃんだからね 海切りを通過する毎電車あらゆるため息を詰め込んでいく海切りを通過する毎電車あらゆるため息を あらゆるため息を詰め込んでいるどこの駅で誰が降りようとベルにせかされ電車走り出す生きていくのがそれほどわずらわしい時がある 味をそらふいはそれだけ利コになりすぎてだけどだけどだけど中乗り遅れそうなのは誰間に合うさ間に合うさ 遅すぎることはないあ,あ。 思い出しできる <laughs> 思い出さないと「ああうおうおう,おう,おう,違う <laughs> え。でもねこの iPad ってすごいねまあ iPad に限らなくタブレット端末もちろん携帯もそうだけどさこれで今こうやっておじいさんがさねなんか脳がきってさ

あ,あまだ聞いていっちさささよよよなななら、さよなら、さよなら、ね、これこれだからいいけどさここへこれをやったらまずいもんね。<laughs> じゃあなるほなる、こう <laughs> 勝っやられちゃうよね。こっち引かなきゃダメだよ引かなきゃ。これだけで弱いからね勝手こう引かないと。こうじゃない あのー、皆さん知らないと思う大投手のね400勝もしたピッチャーの金田正一さん左投げなんだけどキャッチボールやってん時さねこっちに投げる時こうやって投げないよこっちに投げる時まずこっちへこうやって振りかぶってグイーンっていってから体をグリーンってやってショインってショインって正面で彼は。 肘が曲がっちゃってストレート投げたくてもカーブになっちゃうという <laughs> まあ人間そこぐらいやらないとね、うん、400勝はできないと思うよ、うん、今はさコンプライアンスでいやダメだよあのー、ね一1日100球投げたらあの1週間休みましょうねとかあるんでしょねそんなこと言ってらんないからダブルヘッダーっていう昔あったんでしょ、ね じ150キロ1日300キロ投げてさキャッチボールじゃないんだよ試合だから試合そんなこと今許されないでしょあのー、私のどこが楽しいんですか 私はどうが楽ししいいんんでしょうかかね、うん、よくわかんないありがたいはありがたいんだけど若者に聞いてもらいたいからさあなたがねあのー、55歳の熟熟女ならば、ね、息子さんか娘さんにね「あのー、仲間ってバカ面白いからちょっと聞いてごらん」ってあの若者にねちょっとこう。 あの,もの,の皆さんってやってるわけですからねえ視聴者の全員がさ55歳から64歳の女性ってああって感じするああって感じする。でももしかすると女性でインターネットできる。 年齢の最上限がそのぐらいなのかねアベレージ的に。なことないよね。でも自分で接続とか設定はまあ娘さんとか息子さんにやってもらうんだろうね。うん だ俺より年配の人が俺を見てくれるってうんならわかると思うけど俺より年配の人はまあインターネットやってる人が少ないと思うようんまあ何にしてもねこれからのね55歳から64歳までの若者の皆さん俺よりどうも若いんだからさ15か。 わで一番下の方はさそういう人生設計をあのご主人が、うん、定年退職したあの離婚半分ちょうだい <laughs> <laughs> いると思うよ日本人でも3人に1人は離婚するんでしょ でもそれもさ一人でさ3回も4回も離婚して4回も5回も結婚する人をも混ぜてずっと添い止める人を足して割って3人に1人はってなってるわけでしょ。うんまあ、平均値だからね、うん、でも まあだから俺より若いわけでは若者の皆さんだよね。55なんてまだ人生の駆け出しもんだよね。俺なんかね人生の離され小僧ぐらいだよね69歳が <laughs>、うんやっぱ70なこれね60超えたらねガクって悪くなあの衰えたよねあの体力が。うん。だからね釣りが好きでねでも。 そこままででたどり着けない釣り場まで電車例えば、うん、まあお金がいっぱいあってね、うん、おかがい運転士が俺を連れてってくれればさね、うん、おじいさん行くぜ今日もお前はカマロ乗りつけて俺たち 若かったよないつも何か <laughs> 感じていた、ね、<laughs> えいちゃんの歌はね歌詞がねつながってかない「えりのありぐみはそうなんとかの、ね、あらあらっけ?」 ジェイムス・ボンドはそう髪の毛の剥げるまで長生きなんてさなにはなねえぜ <laughs> 闇に向かって突っ走るのさどこまでもホーム <laughs> これ曲が違うの <laughs> あの子に「Hello! グー」握り握り握り早やばりしてねまた見てね22時2二2 2時の22時5分10時5分ってことだねサンキはやばいおやばいおやばいおいおい2024年 3月何日、えっと、?21 日あっ巨大お大師さんだったねあそうだ妹ね大師行った後所書行くって言ったかなうんということで2024年3月21日木曜日午後10時5分ぎはないでした「さよなら」 「さよなら」ね今7時ぐらいのおばちゃんたちはさ「君が望むなら静き」ってやってたんだよ。<laughs> ね、<laughs> だらいらさ「小さ」ってやってたんだよ、ね。<laughs>「ボロは着てても心の錦」。 「どんな花よりい綺麗だぜ」わ「わっかいときゃ二度ないどんとやる」「お男ならかがらかっかっか」「人のやれないことをやれ」 これから、ね、老人はねす、うんませんお米を <laughs> 5キロ配達してちょッ、うんね、あ追加でおのお醤油も配達してちょっで済んじゃうんだから用がいいから出なくていいんだよね、若かった頃さハイレング水着でねピッチピチのよくまああんな薄いピッチピチでさ ワンツーワンツーやったと思うよねうん女性って勇気があんねんさあそれ男性が例えばさもっこり水着でさお表でワンツーワンツーはやんねって女性ってほんとにすごいよね <laughs> 子供産んじゃうんだからさ子供も産む子供もさ <laughs> ハイエングず着もクソもねえよな、うん、ありがとうございます お元気で、またし。